煽りは、まあ、どうですかね。ちょっとこのグラフ見ると、つのっちがもう下にこう見切れちゃってるんですけど、もう、つのっち全部入れようと思うと、この倍ぐらいの縦の長さに作る。ああ、そういうことね。まあ、つのっちも本当にあの、ね、レース後のこの表情が物語ってますけど。もう無ですよ、もう無。まあ、ちょっとまあ、あの、週末通してずっとだったんで、まあ、あの、分かってましたけどね、僕らもね、その、こうなるっていうのはある程度。ただまあ、ガスリーは Q1 で、タイム抹消になってしまったんですけど、抹消されてなければ12番だったんで、Q2 には進んでいたし、まあ、それで Q2 走ったらどうだったかわかりません。Q3 行ったかもしれないし。で、結局、ピットレーンスタート、予選19位だったんで、じゃあ4機目入れちゃえで、ここでペナルティ消化して、セットアップも多少変えて、ピットレーンスタートをしたんですけど、まあ、あの、手続き上は、レースコントロールっていうか、技術委員に PU 交換しますっていうのを言わずに勝手に交換したから、お前らペナルティのパルクフェルメ違反で、ピットレーンスタートって言われてるんですけど、うん、まあ、実際、あの、セットアップ変更とかすれば、どっちみちピットレーンスタートなんで、うん、まあ、あまり影響はないという感じですかね。で、まあ、あの、その、セットアップ変えた車で、決勝は、ま、ペース良かったし、実際、あの、後ろからのスタートなんで苦しかったけど、12位まで挽回してるんで、実際、この、最後、リカルドも抜いてますし、まあ、あの、それこそ、アルピーヌのペース見て、あ、これハード全然遅いから、アルファタオリもソフト、ミディアム、ハードって考えてたけど、あの、マクラーレンと同じような戦略を考えたけど、これハード行くとやばいからっていうんで、引っ張ってソフトに履き替えてるんで、そこはフェラーリと違って周りを見てハードを避けたっていうその戦略もちゃんとできてますね。ただまあもともとあの中段グループマクラーレン、アルピーヌ、アルファタオリみんなそうですけど、まああとアルファロメオもそうですけど、結局予選でソフトタイヤたくさん使いたいっていうか Q2 もソフトタイヤ使いたいからソフトタイヤ残さなきゃいけない。そうするとフリー走行でまあどっかでハード、ミディアムを捨てなきゃいけなくなっちゃうんで、上位勢はハード1とミディアム2を残してレースに臨んでますけど、中段勢は基本ハード1とミディアム1しか持ってないんですよね。だから、まあ実際今回ハンガリーはまあ基本ピットストップしたくないし、抜きにくいから、で、ピットロスタイムも長いから、じゃあ基本ミディアムハードのワンストップだよねっていうので、まあハード1、ミディアム1残しときゃ OK でしょうみたいな感じだったんで、あのミディアム1しか残ってなかったから、あの展開で、まあ、ハード使えないねってなっちゃうと、ツーストップがメインだねになっちゃうと、使えない、ハード使えないっていうのは、まあ、戦略の幅としてかなり厳しい。結局、まあ、最後、アルファとアリアス引っ張ってソフト履いたんですけど、まあ、そのおかげで最後ガスリーはね、ポジション上げてるんですけど、まあ、ちょっと遅きに失したというか、まあ、後ろからの追い上げになっちゃったんで、遅い車に引っかかってる間に前とのギャップが広がっちゃったっていう感じですね。でも、まあ、あの、ペース自体は、悪くなかったと思うんで、そのアップデートされたパッケージが別に悪いわけじゃない。その良くなってるのは間違いないし、ダウンフォースが増えてるのもデータ上ちゃんと確認できてるというとこなんですが、が、まあだから、じゃあなんでツノッチはね、この表情なんだっていう話なんですけど、まあツノッチ曰く、その金曜日の時点からもう、まあ、 あの金曜総括とかでも言いましたけど、右と左でマシンのバランスが違う。右に曲がるときと左に曲がるときで、マシンバランスが違うし、で、まあ、決勝は特に、まあ、あの、トラクションが全然ない、リアのグリップが全然なくて、もうフラフラだっていう、まあ、本当にもうそのコースに留まるのも辛いぐらい、まあ、実際一回スピンしてましたけど、あれはちょっと、イン側の遠赤乗りすぎたせいではあるんですけど、あの、まあ、それも結局はグリップ低いから耐えきれないわけで、データ上は、テレメトリーのデータ上は、空力のデータ、要するに今、どれぐらい下に押し付ける力が出てるよっていうのは、車のいろんなところにセンサーがついてて、どれぐらい下に対してこう、垂直荷重というか、加速度がついてるかっていうのを測ってるんで、ダウンフォースはガスリーの車と同じだけ出てると。だから空力パッケージはちゃんと想定通り機能してるのは確かですと。で、タイヤも、例えばタイヤがオーバーヒートするとグリップ全然しないですけど、そんなこともどうやらない。ガスリーの車と同じタイヤの使い方になってるから大丈夫なはず。でも、データ上、アンダーステアが出たりとか、リアがグリップなくてスナップしたりとかっていうのも、まあ、それは実際出てると。まあ、ステアリングこうなってるんでね。で、それが、なぜなのかは正直わからんっていう。だから、それは週末通してずっとそうだったから、まあ、ちょっといろんなデータ見ないとねっていう。でも、これが、アップデートする前のオーストリアでもそうだったので、まあ、その辺がなんかあるんだと思うんですけど、
まあ、モノコックを交換してから、3号車っていうモノコックに変えてからこういうことが起きてるんで、それも怪しいとは思うんですけど、まあ、モノコックなの、じゃないのって聞いたら、いや、モノコックじゃないっていうのはもう確信してるっていうチームは言ってるんで、まあ多分モノコックじゃない何か、これが怪しいっていうのはなんとなく分かってるんだと思うんですよね。モノコックはね、去年そうだったじゃないですか。交換して良くなったっていうのがあったんで、でも今年はそうじゃないって言ってたんで。でもまあ、角田くんはその、ね、タイヤの使い方とかなんかそういう理由じゃなくて、まあその、車にここに問題がありましたねっていうのが、あった方がいいっていうぐらい、まあ、何が悪いんだかよくわからないっていう状態だっていうふうにね、言ってましたね。それがこの表情ですね。まあ、とにかくグリップがないレース。もうコース上に留めて、フィニッシュまでするのも大変なぐらいっていう中で、まあ、だから、前者の中でドベでしたね。ボスさんがリタイアしたんで19位になりましたけど、まあ、20代中20位でしたからね。だから、それでも、前の角田くんだったらそれでイライラしてピーってなって、ね、うん、全然ダメだったと思うけど、まあ一応なんとか走り切ったっていう感じですよね。バランスが苦しい中、ウィリアムズやハースを抜いたりしているのに、全く注目されていない角田くん、はい。悲しいです。そうそう。海外メディアはやっぱり見てないんで。海外専門メディアは。その辺はね、我々日本人が見てちゃんと評価してあげればいいんじゃないかなと思いますけどね。そうだね。はい、皆さんだって、ラフテーさんのことなんか見てないでしょっていう。で、ストロールボッチャのレースって言って解説しろって言うと困るでしょ。うん、なので、まあ、表面だけ見ると角田おっせーになっちゃうんですけど、うん、まあ実際にはそんなことないよねっていう、というかまあそうなっちゃってる理由が、まあ、なんかどっかにあるんでしょうねっていうとこなんで、うん、まあ、角田くんを応援してる人は、角田くんが遅くてこうなったんじゃないっていうのは、まあちょっと理解してあげた方がいいんじゃないかなと。思いますけど、ね、当然、チームも評価が落ちてるわけではないと。と思いたいですけどね。まあ、それは今後のそのデータ分析によって、あ、ここが問題だったねっていう、ここがきっかけでダメになってたねっていうのが、なんかあるかもしれないし、でも結局、オーストリアグランプリとかはね、週末として結局見つけられなかったですからね。それもなぜ悪いのかっていうのが。症状としては結構似てるんで、まあ、オーストラリアとかもそうでしたけどね、あの時はフロアが壊れてたっていうのありましたけど、まあ、結局なんかはあると思うんですけどね。まあ、少なくとも現場で見てる限り、ここのデータはガスリーと同じ。ここのデータもガスリーと同じ。ここも同じ。だから、車上問題ないよねって判断してるけど、まあ他のなんか、ここが違うっていうデータが何かあればね、そこが原因だっていう、わかるかもしれないし。